はじめまして、堺から来ました超遅咲きのシンガーソングライター、たいちゃんです。今日はこの弾き語りクラブのデビューということで、少し緊張気味に来たんですけど、さらにトリを取れということで緊張が極限に達しておりますが、今日もまた、生活集およびカレー集あふれる歌を聴いていただこうと思って、本当は3曲準備してきたんです。でところが時間伸びていいですかね。直前はお昼ご飯を食べながらニュースを見てますと、吉村知事が出てきて、大阪府は65歳以上は外出自粛せよって前から知ってたんですけど、さらにこんな暑いのに出ていくねんなと一人ごと言ってますと、横にいた嫁さんが、あんたコロナだけ持って帰らんとじゃないみたいな、そういう嫌味を聞きながら、あれ手術しました。コロナすまさいよ、すまさい。あんた若いらんで、ギターこれですか。あ、ギター、あ、これですね。はい、その言葉を思い出し、その言葉でちょうど1年前、去年の7月28日にコロナの歌を作ったことを思い出しまして、そうや、あのコロナあのコロナ次進まれ、あの歌歌おうと思って急に3曲プラス1にしましたので、少し時間が延びますが許してください。ただちょうど去年1年前なので、最後オリンピックの歌になってる、オリンピックのことが話題になってるんですけど、これちょっと具合悪いので最後だけ変えなあかんなと思って、電車の中で知恵をひねり出して、あ、そうや、あれから岸田総理に変わったんや、彼の歌を歌わないといけないなということで、最後は彼を称える歌にしてるかなということで、聞いてください。コロナ怒り節。これ全然練習してないんで、どうなるか。一つしつこくエボラと同じ感染症の扱い変える、これが諸悪の根源だった、コロナ怒り節。二つ不安を広げるメディア、8割おじさん大活躍で、オミシエルはスーパースター、コロナ怒り節。三つ水際対策取らず、チャイナの客は入れ放題、極貧毎日こだわった、コロナ怒り節。4つよくよく考え直せ、ゼロコロナは愚の骨頂、人との触れ合いゼロにはできぬ、コロナ怒り節。医療の逼迫なぜに、病床は世界で一番なのに、またも医師会の不作為が、コロナ怒り節。6つ無理やり従わせるか、飲食店は悪者か、仕事とどの口が言う、コロナ怒り節。7つ何度も緊急事態、効果ないのにダラダラと、100台あって
で一里なし心ないがり武士やつやったり失業増えてうつ病増えて自殺者増えて出口が見えない自粛生活コロナ怒り武士9つ国産ワクチンと薬一体いつまで待たせるか危機感欠如と縄張り意識コロナ怒り武士党で党第7波到来総理の決断示す時検討だけなら誰でもできるコロナ怒り武士